わたらい、10試合連続安打、これ。うちのわたらいがまた打っちゃいました。開幕スタメンが期待できるルーキーがいるというだけで楽しめる。こいつは、信じていいのか？ヤクルトファンやがわたらいは本物やろ。ちなわたらいはまだ、21歳、大学生の年齢なんよな。内容がいい、厳しい球は、カットして甘い球を一球で、仕留めてる。立浪って本間選手見る目あるわ。去年の森下も当てたし。少なくとも、今年の新人王筆頭なのは、間違いない。怪我神割り切らん限り、スタメン固定で使ってほしいわ。楠本、上里、海老名あたりは代打でええよもう。わたらい石上井上は今年中に、スタメンクラスになりそうやな。バットコントロールの上手さは、森友を彷彿とさせる。打ててることよりも際どい球ファールで、逃げて、粘って、飛球が徹底できてるのがすごい。